総合型バスケットボールエンターテインメント青キックスさんのチャンネルをご覧の皆様、はじめまして、コニャと申します。今回ですね、私がナビゲートしているですね、ウルトラスポーツと、そして総合型バスケットボールエンターテインメント青キックスさんのチャンネルコラボということで、こちらは後編になります。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今回なんですけれども、12月3日から始まります、このインカレ、そのですね、青キックスが選ぶ B リーガーに近いインカレ注目選手をですね、ちょっとお聞きしたいと思います。なんか僕のチャンネルより僕がゲストってなんか特殊っすね。それ大変ね、皆さんちょっと違和感を感じて申し訳ないなと思うんですけど、一応なんかこの中ではポイントガードやらせてもらってますね。やっぱり今年はどうですか、やっぱ逸材揃い。今年もすごいですね。やっぱりそうですか。もう、まあ、大学4年生の子、うん、まあ、B リーグきっと決まってる子だったり、これから決まる子たくさんいると思うんですけど、はい、うんうん、まあ、すぐ活躍してくれる子も何人もいると思いますね。はいはい、いやー、では早速まずは一人目の発表をお願いいたします。はい、インカレ青キックスが選ぶインカレ注目選手一人目は、中央大学シューティングガードの渡辺龍くんです。うわー、来ました。まあ、ちなみにこの渡辺選手は、はい、実は2020年、21年の、うん、まあ、シーズンで秋田ノーザンハピネッツさんと、あとは広島ドラゴンフライズの特別指定選手。特別指定、はい。あ、まずどういった選手ですか。まずこの選手は森ザネセクシーって言ったじゃないですか。あ、セクシー森ザネ、はい、セクシー森ザネ今36巻しました。セクシー森ザネをちょっと7センチ大きくして、はい、もうちょっと正統派にしたプレイヤーです。セクシーがちょっとシュッとされてるわけですね。シュッとして、もっとちょっとあのやんちゃ気がない正統派のプレイヤーですが、得点を取る感覚が大学界ではズバ抜けてますね。うんうん、あの193センチというこの身長、魅力的ですよね。そうです。で、やっぱ左利きでスリーポイント頭の上から綺麗に打つので、うんうん、まあそりゃ気づいたら30点取ってるっていう。なぜかその玄関開けたら2分でご飯みたいな感じで、試合が始まるか気づいた30点。そして選手の一人ですね。いや、そうなんだ、はい、じゃあ続いて2人目、はい、お願いいたします。2人目は白鴎大学ポイントガードの佐藤亮成君。いやー、佐藤選手か、はい、まあこの選手今1年生ですよね。まだ1年生、今大学界で佐藤亮成君の前で1試合通してターンオーバーゼロでボール運べるポイントガードはいないと思います。それぐらいディフェンスがやばい。いや、スティール的な感覚が、はい、やっぱスティールするのって本当に難しいじゃないですか。難しいです。ファールとの紙一重もあるし、はい、取りますよって雰囲気を出しすぎてても相手から警戒されるし、はい、亮成君は、はい、取りますよって言って取るんですよ。取りますよって言って相手こう頑張るんですか、うん、されても取るんですよ。やば。え、体の使い方が上手いの。上手いし、うん、もうなんていうんですかね、気持ちと気合とハッスル、うん、そして福岡第一仕込みのメンタリティ、うん、ハンドワーク、はい、これはちょっと別格です。これインカレさ、彼のためになる大会っていう可能性だってもちろんあるよね。あります、あります。だから10分しか出なかったとしても5個スティール出してきたりとかもする選手なので、敵からしたら一番厄介です。一番だるい。うわ、一番だるい。なかなかコメントでだるいって言葉出てこないけど、いや、もうそのレベルにいっちゃうね。もうこれが一番ふさわしいと思います。うわー、佐藤君に関しては。じゃあ続いて3人目、はい、3人目はちょっとスケールが違うなと思ったのは、はい、日体大センターのジャンピエール君。いやー、このジャンピエール君はもう2020年のウィンターカップベスト5、はい、東山で、もちろんほら取材も多分したことはあって、はい、ありますよ。どうでした、実際に取材してみて。でかい。なんたって彼はウィングスパン、うん、この手を広げた時のウィングスパン、うん、これが 2m32cm。 多分こっからこの辺まであります。あの、多分ですけど、はい、走り幅跳びでもそれ飛べない人いますか。いますこうやっちゃったら 2m32。 ジャンピエールの場合別に飛ばなくても、もうこれ、この速さだけで全てをブロックできるんで、ちょっとこれはネームスやばいっすね。やばいやばい。でも彼のまだ4年生じゃないので。そうなんだよね、それが恐ろしいよね。それが恐ろしいっすね。今皆さん4年生の話してると思ったら違いますからね全然。いや、ブロック得点、誰をジャンピエールが止めるかはちょっと注目になりそうだね。止めないんじゃないですか。完全に止めることは無理だと思います。無理だよね。何点までに抑えるかとか。そうですね。何リバウンドまでとか、オフェンスリバウンド何本までなら、まあ許容範囲とかっていう戦いだと思います、ね、うん、ジャンピエールのところ。いや、そうか、はい。じゃあ続いて4人目。4人目は、はい、筑波大学の
ポイントガード小川敦也くん。いや来ました、はい、後輩になりますね。後輩になります。いやまあ U22 日本代表、はい、そして190センチのポイントガード、はい、魅力的だね。魅力的ですし、うん、これ初出しなんですけど、先日僕プライベートである B リーグの B1 のヘッドコーチとお食事する機会があったんです。はいはいはい。の、まあ、誰かは言えないんですけど、はい、が言ってたのは、彼はもうそこ B リーグに行った方がいいって、海外行った方がいいって。マジで？彼はもう大学界のスケールじゃないって。そのスケールじゃないところってのはどういうところでそういう言葉が出ますか？例えばディフェンス面なのかオフェンスなのか。いやオフェンスですね、圧倒的に。はい、やっぱり、まあ、パスさばけたり、あんだけこの身長でしなやかにできたり、うん、飛べたりする選手はちょっといないですね、はい、得点能力の感じとかで言うと、やっぱ要はがっちりゴツゴツ攻めていく感じのスケール感ってことなんだ。そうですね。うわー、彼はすごいですね。大学界でも逸材です。多分断言僕できるんですけど、彼数年後日本代表になってますもん。うわすげえ、やっぱり。はい、はあ、これせっかくで最後もう一人だけ。最後はまあもちろんあの、はい、B リーグの舞台でももう結果をすでに出していた、はい、大東文化大学ポイントガードの中村拓人。いやー来ました。まあこの選手も、まあ、2チームで特別指定入ってて、はい、まあ特別指定に入るような選手はやっぱり特別だよね。特別ですね、スペシャル、それはスペシャルです、うん、で実際に B リーグのコートでもポイントガードやって、うん、ちゃんとボール運んで、はい、あのステップがすごくうまい選手なんですけど、うん、そのステップで得点もしてましたし、うん、まあ大学にいようがプロにいようがどこでも活躍する選手ですね、うん、特にやっぱ秀でてるな、得点とかディフェンスでいうとどこですか？ステップワークですね。あ、ステップワーク、はい、オフェンスのステップワーク、うん、結構点数で取れるポイントガードの子なんですけど、うんうんうん、なんだろう、ゆっくりもできるし速くもできる、うん、速いだけの選手っていっぱいいるんですよ。いっぱいいる。もう上には上がいて、うん、もう誰が一番速いかってなったらもう分かんないんですけど、うんうん、ゆっくりできるのが強いですね、うん、なんか時間をこう使いこなせるポイントガードってめちゃでかいですね。めちゃめちゃすごいですね、頭いいんでやっぱり、うんうんうん、そこが強いです、強みです、はい、中村選手は大学4年ということで、あ、大学4年生、うん、いやラストイヤーだ。彼1年生の頃から試合出てる、うんうんうん、やっぱり4回目のインカレになると、そのインカレの勝ち方とか、まあそういうのが多分経験値が違うので、うん、まあ、今年も活躍すると思います。いやー皆さんどうでしたか。いやそれこそね、青木草なんかこのインカレがあって、今度ウィンターカップがあって、次ジュニアウィンターありますから、ね、これすごいもうさ、すごいでしょ、日本一本当に学生バスケットめっちゃ見てますからね。もう取材しまくり見まくりで、はいはい、これだけの選手の名前挙げてくれて、まだまだいるでしょ。まだまだいます、ね、本当に。なのでぜひ皆さんね、青キックスさんのこのチャンネルで、その後どういう選手がまた名前出てくるかを注目してもらいながら、はい、12月3日から始まりますこのインカレ、ぜひ会場で見たりとか、あとは情報どんどん仕入れて楽しんでいただけたらと思います。いや改めて今回こうやって、ね、はい、ウルトラスポーツとですねコラボしていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや総合型バスケットボールエンターテインメント、青キックスが選ぶ B リーガーに近いインカレ注目選手をお聞きしました。ありがとうございました。